はい。では、いよいよ対決、センスター vs ス向川流、アーカイブをめぐるアートと科学の共通点ということで、トークを始めたいと思います。えー、まずはゲストをご紹介させていただきます。えー、お一人目、向川町個別博物館の桜井和彦館長です。本日、博物館よりご参加いただいてます。よろしくお願いします。 岡町古別博物館の桜井です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、続いて北海道あ北海道立近代美術館学芸部長の中村誠二さんです。中村さんはあの札幌国際芸術祭2020のえキュレーターも務めていただいてます。どうぞよろしくお願いします。中村です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。 えー、そして、ポーランドから参加の我らが企画ディレクターのアグニエシカ・クビツカ・ジェドチェツカです。こんばんは。こんばんは。こんにちは。よろしくお願いします。はいえー、そして、本日司会と通訳を務めます SAYAF2020 コミュニケーションデザインディレクターの田村です。 でえー、本日は、えー、前半があの、まあ、ゲストそれぞれからのショートプレゼンテーションということであのそれぞれの,あの立場から、えー、向かわ流とセンスターにまつわるお話をしていただきますでその後あの3名のゲストによるフリーディスカッションという形にしたいと思いますなので、えー、初めにですねあの中村さんの方から、えー、向かわ流を、えー、なぜサイヤフ2020に 出展することになったのかなぜ向川流はサイヤフ2020の参加作家なのか <laughs> ということについて <laughs> あのお話しいただければと思いますのでよろししくお願いいますはいえー、私はあの北海道立近代美術館とそれから三岸幸太郎美術館の会場の担当で、えーまあ、主にあのそれぞれの美術館のコレクションをどんなふうに展示するかということを担当していたわけなんですけれども。 えー、展覧会はやはりこう現代の作家たちが多いということもありましてコレクションから出てくる、まあ、絵画作品などはですね何て言いましょうかこうあまりこう大きいものは出さないでですね、えー、新作のちょっと語弊あるかもしれませんが邪魔にならないようなそういったことを考えながらやっていたわけなんですがあのいつも展覧会を行うためにちょっと思い出す言葉がありましてあの27年前に 私、旭川の美術館にいたときにあの、デイビッド・ナッシュというイギリスの彫刻家の、えー、展覧会を担当しまして、えー、そのときにちょっとナッシュが言っていたことがあるんですね。あの展示には、えーまあ、大きいものが必要であるとで、それは動物園で言えば象やキリンのようなものだというようなことを言われまして、まあ、言えば自分も担当するなら、えー、象やキリンを、えー、考えてみたいというふうにまず思いました。 でもう一つはですねあの私は北海道立近代美術館にいるんですけれどもあの北海道立近代美術館が昔からファインアート以外のジャンルにも大変目配りをする美術館であったということがあります。でこちらはですねあの1985年に行った「えー、浜のキッチ」という、まあ、あの海浜海の浜と書いて「浜」ですけれどもあの北海道の、えー、漁村にある さまざまなあの大漁バですとか、えー、三平汁の皿ですとか、まあいわばファインアート以外の、えー、ものをこう展示したわけなんです。えー、ちなみにこの1985年というのは天野ディレクターがここの北海道理スキンダリス館にいた時代ではあるんですけども、えー、まあこの展覧会を学生時代に見て大変感動しまして、えー、まあいつもものを考えるときにそのファインアート以外のものにもこうどうしてもこう惹かれてしまうというようなところがありました。 まあ、そういうところであのいろいろ考えているときにですねあのちょうどその年に NHK の番組で流ののことをを放送しししていいたた思出まそれでまあ少しずつ「向川流のことを調べていったんですけれども、えー、今回の芸術祭のテーマが「オブ・ルーツ・アンド・クラウド」ということで、まあ、ちょっとこじつけになるかもしれませんが「あのわりゅ まあ、化石として北海道から出てきたものであり、まあ、まさに土の中から出てきたものということで、えー、一つこの芸術祭のルーツというテーマにも、えー、すごく関わってくるものではないか、えー、大変こう興味深いものではないかと思いました。でまあ、芸芸術術祭にいわゆるこう芸術 と,はちょっと違うジャンルのものもを出品するということに関して、えー、まあ違和感を抱く人も当然いらっしゃったと思いますけれども、えー、先ほど申しましたとおりあの私がいたいるあの北海道立近代美術館はもともとファインアート以外にも大変興味を持って、えー、取り組んできたということもあって自分自身の中には全然正直言って違和感はなくなんとかこれを北海道立近代美術館の展示空間に まあ、立つところを見てみたいというのが抑えきれない気持ちになり、まあ、それで、えー、桜井館長のところに小別博物館の桜井館長のところにご相談に上がったという経緯です。えー、桜井館長にお会いして、まあ、お話ししたことはまずあの恐竜の復元 ということもいわば化石を発見しそこから恐竜の姿を復元していくというのはもちろんあの科学的なあの実証研究というものが非常に厳しく基礎にあっての話ではありますけれどもその上で人間がものを作る、まあ、クリエイティブするという力が現れているのではないだろうかその点はとても、えー、芸術とつながるものがあるしあるいは芸術に刺激を与えるもの部分があるんではないだろうかというようなところから まずは櫻井館長にお話を、えー、させていただきました。それからあのこれはもうちょっと後付けになりますけれども、えー、その後日本の科学者の村上陽一郎さんの講演会の記録を読みました。えー、まあそれはその自然科学とまあ人文科学をどんなふうにこうつなげていくかっていうまあ自然科学の側からの講演だったんですけれども。えー 向川流というのは,やは自然科学の研究対象でありその成果として、えー、現れているもの美術館というのは、まあ、人文科学の領域にあるものなわけですよねでも村上陽一郎さんのご本あの講演会の記録を読むと、えー、その2つの学問分野が大きく分かれたのは、まあ、ヨーロッパでせいぜい19世紀後半のことであるというのを読みまして、まあ、19世紀後半というのはまさに近代のことなわけですよね。 わ、えー、わずかしかしまだ立っていないなけとす,すればあのこの2つが分かたれていくというのは一つの近代の現象でもあるとともに、えー、その自然科学の恐竜、えー、化石を人文科学の美術館の空間に展示するということは一つこの近代というものをまた考え直す一、まあ、つの刺激なりきっかけなりになるのかなと思いましてそういう意味でも、えー、最悪にふさわしいのではないだろうかと考えました。 あとはあのこんなことを言ったら真面目な研究者の方に怒られるかもしれませんし公私、えー、混同だと言われるかもしれませんけれども私の一生の研究テーマにゴジラがありまして、まあ、これが思わず私を突き動かしたんだろうなということは自分でもちょっと自覚しています。あありりががととうううごござざいいままししたた中村さんども それでは次にあのアグニエシカさんの方から、えー、サイアフ2020のもう一つの展示作品であるセンスターとムカワリュウの類似性についてお話しいただこうと思うのでよろしくお願いします。Yes, um Hello again, uh, thank you uh, Nakamura-san for bringing the issue of the division between humanities and uh, natural sciences because that's actually my point. <laughs> uh, when, when I think of these two unique exhibition objects that we planned for SAIAF 2020, the Mukawaryu um, and Sensta I really have to go back in time to the 16th, 18th centuries when the so called Wunderkammer or Cabinets of Curiosities appeared and became popular in Europe. So let me share the screen. I prepared some um, uh, pictures to show you this, uh, these special collections uh so uh these cabinets of curiosities as you see them on the slides now were predecessors of the museums have as we know them today. But what made these collections, these rooms of wonders, so special was the fact that they displayed both the natural uh, objects and the works of art. So it was a mix between scientific collections of natural objects like stones, fossils, animals, skeletons, and bones, and artworks. And with the time, the components of these collections became actually also dinosaurs' bones. And the first uh, first ever was found in 1677, and uh, it's funny enough that it was considered back then as a bone of a giant animal, um, uh, of a giant human being. So, therefore, in a way, uh, our plan for Sci of 2020 uh, to exhibit the, the replica of the Camoisaurus japonicus. Um, next to, this, uh, to the sculpture uh, cybernetic sculpture by, by edward ignatovich would have been a kind of reunification of, of art and natural sciences and what makes the two artifacts so exciting uh, are really the similarities between them and, and by that i don't only mean the, the shape of their bodies but also the fact that they were uh, found after being lost for many years since there was lost for about for 40 years whereas the mukawa dinosaurs was lost for 72 million years um yeah so uh, so since there served as a kind of a holy grail for media art it was exhibited for 4 years uh, from 1970 till 1974 and then uh, when the evoluon pavilion uh, sponsored organized by Philips to show the advancement of science was um reassembled uh, uh disassembled a uh, sensor was gone and it was uh, found in 2017 uh, by Anna Olszewska, um, a humanity uh, um, PhD uh, uh, scientist, uh, humanities PhD scientist from the Academy, uh, um, Technical Academy AGH of Krakow. Uh, and she found it with the help of geotagged photographs. Uh, and that's the, how the story of re of bringing back Senster to life um, begins. So, when, when Senster was uh, discovered, it was almost complete, which makes it very similar to the Mukawa dinosaur. Um, yeah, you might say the Senster was complete in maybe 19%. Uh, so some parts of both objects i mean of sensor and the mukawa dinosaurs uh, needed to be reconstructed reconstructed using scientific research uh, when it comes to, to sensor it was the, the research about how um, the, mm, the, the the body looked like what uh, what was the software behind of it how the cybernetic system um, work The replica of the Mukawa dinosaur skeleton was made uh, with artistic methods. Well, technically the replica is a cast, it's a casting made with, with moulds, which is one of the classical techniques of, of sculpture. And since there, it is also a cybernetic sculpture, sculpture uh, created um, on commission of Philips, uh, as a kind of technological, let's say, product demonstrating the possibilities of advancing science at, at the end of the 60s. Uh, so uh, it, it served as a showcase of technological advancement, not only by, of the Philips uh, company, but uh, of uh, humanity um, as such. So the, the shape of sensor reminds an animal, and uh, uh, this artwork is an is an example of an early, um, let's say, artificial life form. So I think it's really very significant and funny that uh, recently when uh, Anna Olszewska heard about uh, um, this talk that we are recording, that we are uh, having right now, she told me that she found in the James Gardner archive of the University of Brighton, uh, a document stating that Philips actually proposed to Ignatovich to cover the sensor body uh, with fur in order to make it resemble an animal even more but of course ignatovich denied such proposal be, 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 because he, he didn't want to create a, a replica of any living animal uh, but his aim was to open up the gate to a completely new field of art he wanted to create an innovative work on, of, of art using technology so just as in the history of, of museums, uh, the collections of natural and artificial, let's say, objects were separated, we see, uh, like, leading to the development of scientific uh, or natural sciences museums and art museums. now we see uh, another uh, movement, which i think is uh, a big theme uh, for uh, contemporary art. Nowadays uh, we try to bring back nature uh, in the context of of culture so uh, this uh, the, the theme of nature and our relationship with it uh, it starts to be a big uh, big issue in in the contemporary art again not only in in its specialized a field of art and science where uh, artists explicitly deal with biology, with natural sciences, using also scientific methods to create art. Um, but, but, but also, really, mainstream contemporary artists reach out now to our relationship um, with nature as an important field of references. So, our, our initial plan of exhibiting these two artifacts. Would have been a demonstration how uh, let's say cultural ideas such a unification of nature and and culture uh, can travel across time and can find um, their new contemporary uh, contexts and i think that regarding the the climate catastrophe we really have to rethink our relationship with nature アグニエシカさんありがとうございました。えー、では最後に桜、えー、井館長から、まあ、あの今まで、えー、中村さんとアグニエシカさんがお話もしてきましたけれども改めてこのムカワ流について詳しく教えていただいてあの今ありますその骨格のレプリカ あのサイアフで展示予定だったものがどのように作られているのかということについてお話しいただけますでしょうか。はい。ム、え、カーチョ捕別博物館の桜井です。ム、え、カール、正式名称、えー、カムイサウルスジャポニクスは、えー、約7200万年前に生きていた植物食の恐竜です。えー、ユーラシア大陸の沿岸付近に、えー、生きていたものが、えー、海へ流されてしまって。 この向川町歩別で発見されたと考えられています全身の約80%の化石が発見されましたで全長8メートルありますので日本国内では最大の恐竜全身骨格化石であると言われております日本国内で恐竜化石は100点を超える数が発見されているわけなんですけれども残念ながらその大部分は断片的なんですね歯の一部とか えー、指の一部分だけだったりが多いんですけれども、ムカワウは、えー、このように全身の80%という大部分が見つかったということで、えーまあ、この日本国内でやっと社会標準の化石が見つかったということが言えると思います。はい、では続きまして向流、ムカワウを紹介します。はい、これがムカワウが、えー、発見された時の様子ですね。 このような大きな石の塊に入って見つかりまして、えー、っとこの辺りの真っ黒い部分が骨の化石になります。これが向川流が初めて見つかった時の様子です。というわけで発掘をしました。山の中で、えー、このような山の中でですね、重機を使ったりして、ここに人が何人かいますね。こうやって山の中で、えー、発掘作業を行ったんですね。えー、こちら発掘している様子です。こちらあの 第一研究者であります小林良純先生、北海道大学総合博物館の先生なんですけれども、こちらが指さしているこちら、この大きな骨は大腿骨という太ももの骨ですね、こちらがこのように、えーまあ、の岩盤の中に、岩の中に、石の中に埋まっている状態で、このような状態で骨の化石がたくさん発見されたわけです。うんえー、このようにあの、まあ、発掘作業で大量の岩石が発掘されまして、 約6トンぐらいの岩石が回収されたんですね。でその岩石の中に、えー、骨の化石が埋まっているわけなのでその周りの岩石を取り除いて骨の化石だけを取り出すという作業が必要になります。日本語ではクリーニング英語ではプリパレーションと言うんですけどもこの作業が、えー、約4年半かかりました。えー、こちら作業している様子です、えー。このような大きな岩石に、えー、向かっていたりですとか、えー、こちら。 えー、見えますかね、この針みたいなエアツールっていうんですけれどもこういった道具で石に埋まっている化石を、えー、傷つけないように周りの岩石だけ砕いていくんですねこういったクリーニング作業というのを、えー、全部で3箇所ので、えー、4年半かかって行いましたムカワリュウというのはこのような姿をしていたと、えーまあ、考えられて再現されていますカトロサウルス類という植物を食べていた恐竜の仲間なんですね で彼らは群れを作って、えー、生きていたことが知られていますので、こうして群れを作っていて、しかも、えー、海に流されてしまった海の地層から発見されたことから、まあ、海に流されてしまったということで、こういった海岸沿いに生きていたと考えられています。えー、これはムカウリウがこう群れで歩いている様子ですね。で、そのムカウリウが何らかの原因で海に流されてしまって、インフルダーオーシャンですね。でえー、このように漂って海の底に沈んで。 やがて向川町捕別になる場所に沈んで化石になって発見されたというわけです。でその4年半かかってクリーニング作業が完了して全身並べるとこうなります。えー、頭から尻尾まで前足後ろ足きれいにそろった状態で見つかったんですね。このように、えー、骨の化石だけ並べて全身の姿がわかるっていう恐竜化石は日本には本当にいくつかしかありません。 でその中でこのように8メートルにもなるのはこの向か回流しかありませんので日本国内で最大の恐竜全身骨格と呼ばれていますでこのような全身のなら、えー、骨格をですね、まあ、並べると全部で220とか230個の骨があるんですがレプリカを作るためにはこれの一つ一つの型取りをします。 これが型取りしている様子です。実物の骨がありましてシリコンゴムで型を取りますで。そのシリコンゴムで型を取ったところにこの場合は FRP という強化プラスチックを流し込みまして型を作ります。こちらです。実物化石でこちらがレプリカになります。FRP できています。こうやって1個1個の骨を型取りをしましてすべて並べると。 えー、たくさん、えー、キャストが並んでいる状態です。えー、このようにたくさんのレプリカ1個1個の骨についてレプリカを作りました。えー、これら1個1個の骨を複製したレプリカを次に組み立てていきますで。組み立てるために今回のレプリカではこのように中にフレームを入れましたのでプラスチックでできたこれアバラ骨肋骨のレプリカに金属のフレームをつけます。 こちら、金属のフレームに、えー、プラスチックのレプリカを貼り付けているところですね。でこちら、えー、尻尾の部分ですね。このようにあのいろいろな,なて言いますか補強しながら、えー、レプリカを組み立てていきます。このようにして全身を組み立てていきます。こちら、えー、と組んでいる状態ですね。大きな高さ4メートルぐらいあるので、えー、足場を組みまして。えー 見えますかね。作ってます。こっち尻尾です。こっち体の方です。後ろ足が立ってます。こうやって一個一個の骨をつなぎ合わせて、全身の姿を再現していきます。えー、反対から見るとこんな感じですね。これ長い尻尾がありまして、後ろ足があって、体があってというように、このように組み立てていきます。このように全部の骨を並べると、向かい流の全身復炎骨格が出来上がります。 立っている姿ですね。はい。で前から見るとこんなふうになりますね。<laughs> こちらが、えー、展示予定だった、向かい流の、えー、全身復元レプリカになります。でまあこのようにレプリカを、えー、組み立てていくわけなんですけれども、えー、この一個一個の形を取るところはある意味機械的な単純作業になります。 でそうやって出来上がっ,たこうやってレプリカをこう組み立てる、組み上げるところで研究者の、えー、考えというのが入っていきますこ、まあ。それぞれの骨がどのように組み合わさっているのかどのように並んでいるのかというのは恐竜の骨格は誰も見たことがありませんので今生きている生き物の骨格を参考にします。 えー、恐竜は大きな、えー、意味では爬虫類に含まれますので、爬虫類の中のトカゲですとかへ、えー、ワニですとか、あと、えーまあ、今生きている鳥というのは恐竜から進化したということが今、知られていますので、鳥の骨格などを参考にして、こう骨のつながり具合ですとか、くえーですね、あのどのように組み立てられているのかというのを、えー、考えながら、えー、再現していくわけです。 最後にどのような姿勢をしているかというのを、まあ、決めるポーズングを決めるわけなんですけれどもこちらのムカーリュあの両足を揃えて、えー、立ちまして前足をちょっと体を起こしましてで、えーまあ、草を食べているのか探している歯ですね歯を食べているのか探しているのかという状態で再現してあります、えー、このようにあの骨のつながり方っていうのを、えー、今生きている生き物を参考にして再現をしてそして えー、どのようなより自然な姿であったのかというのをこの研究者の考えで作り上げるわけです。というわけで、このカムイサウルス・ジャポニックスのこの2回目の展、えー、天予定だったレプリカというのは、えー、研究した小林進先生とこれを作り上げたコビ・サポート・ジャパンの、えー、技術力によって出来上がった作品といえます。でここで注意しなければならないのが これはあくまでも今の時点ででのの成果とということなんですね今の考えに基づいて向かい流を組み立てるとこのような姿になるということで古生物学というのはかつて生きていた生き物を調べる学問になりますのでかつての歴史的事実を探す追求する学問なんですけれどもその証拠となるのは化石しかありません。 というわけで見つかった化石から、えー、かつての姿がどうだったのかというのを、えー、探ることになります。で、えー、化石が、えー、次々見つかってきたりですとか、新しい研究手法が、えー、見つかっていきますと新たなことが分かってきて、化石に対する考え方も変わっていくということがありますね。 でまあ、よく言われているのがこの恐竜の姿勢も、えー、時とともに変わってきましてかつてはですね、この尻尾を引きずって体を持ち上げていた、えー、ゴジラ型先ほど中村さんがおっしゃってましたこのゴジラ型というスタイルを、はい、多くの恐竜はとっていたわけなんですけれども、えー、ある時点でですね、恐竜というのは尻尾と頭をこう水平に、えー、平らにしてという形が、えー、こちらが、えーまあ、より自然に近いのではないだろうかということになりまして、えー このような水平型というのが今取られているわけなので、ある時点を境に世界中の博物館で恐竜の姿勢を作り変えるという作業があったんですね。えー、そのように、えー、恐竜の姿勢一つとっても研究の進み具合によって変わってくるということになりますので、この方も、えー、あくまでも今の時点での向かい流の姿であります。 というわけで今、今このような三河流の全身のレプリカが作られたんですけれども、えー、あまりに多くて、ですねこの全身のレプリカ、今の博物館に入らないんですね。<laughs> というわけで残念ながら、えー、かあの博物館では展示していなくて、今、ほんの一部だけの展示なんですけれども、将来的に全身を展示したいなと願っております。以上ですではあの後半はですす、ね、は、は後半ね人を 交えて、お互いに、あの、興味を持ったことですとか、あの、聞いてみたいことなんかを交えながら、お話できればと思います。で、あの、まあ、今日、その、センスターと向川流の話を、まあ、していくっていう中で。やっぱり、その、まあ、自然とアートとか、あの、科学とアートとか。えー、し、あの、自然科学と、え、人文科学とか、その、今の時代だと。 こう分かれてしまってるように思,思いやすいものというか、まあ、恐竜と芸術って全然違うところにあるんじゃないかとかあの思うようなことも実はあのたくさん共通点があるしつな、えー、がっているところも多いっていう話が多く出たと思うんですけれども、えー、初めにじゃあ,あの桜井館長の方から桜井館長がふ普段の活動の中で。 その科学と、えー、芸術の接点があるなみたいに思っていることがあればそれをあの、えー、お聞きしてそこからお話し始められたらなと思うんですけどどうでしょうかはいそれでは私から話させていただきます、えー、私が感じているそのサイエンスとアートの接点というのは、まあ、一つはこちらですねはい「六、えー、川流の復元画」です え誰も見たことがない7200万年前の姿を、えー、こちらにこのような姿をしてこのような場所で生きていたんではなかろうかというのを再現したこちらのイラストになるわけなんですけども、えー、こちらを描かれたのがまあ画家の方でまさにこれが科学と芸術の接点かなと感じております、えー、このようにですね古、まあ、あ生物の世界では、まあ、あの実際にその場を見た人がいないというのがほとんどになりますので その場面をどのように描くのかまたはその立体のものですね生きてた姿の造形物をどのように作るのかというところにおきましてこの科学と芸術との接点というのは非常に多くなってきているなと感じております。 あの古生物のこのようなイラスト復元画ですとか生きてた生態の復元模型などを作るそのアーティストの方々があの実際の研究者の方々の監修を受けながら作るということが非常に多くなってきておりますしそのアーティストの方々も自分たちで積極的にあの情報を得るために日本古生物学会のような化石の研究会学会ですね学会に参加して 最新の情報を得るということも多くなっての人たちです、えー。このようなイラストもですね、あの実際に研究の、えー、論文に、えー、掲載されたりすることもありまして、実際に研究者にとってもそのアーティストの方々の力というのを、えー、必要になってきているんだなというのを感じております。いや、definitely. It reminds me actually that, that, that the Mukawa dinosaur would not be the only replica Of a let's say scientific object that we would have shown at SAIAF, because we also planned to show Archaea bot by Anna Domitri and Alex May, which is a uh, underwater robot uh, actually a um, yeah pr proposal of how the future life could look like look like uh, um, that is a reconstruction of uh, archaea, the oldest life form on on earth so here the artists uh they uh they 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 really uh their work is really based directly on scientific research but the outcome um is an uh, um, uh yeah media art installation a robotic sculpture so that there are for sure many points of of um, or many connections that go in both uh, ways, like the, the artists help the scientists, the paleontologists to imagine, to recreate the actual um, forms of, of past, uh, um, of, of uh, yeah, beings that, uh, like dinosaurs that lived uh, a long time ago,

ちょっとずれるかもしれませんがまあやっぱりルネサンスので、ね、それこそレドナルド・ラヴィンチあたりにももうそういうのがあることは皆さんよくご存知の通りというようなところがあると思います。それからあのこれは日本人の植物学者ですけど牧野富太郎というあの有名な植物学者がいまして。 まあ彼が植物の絵をたくさんあの描いているわけですね。まあ彼は植物学者ですから、いわゆるこのそういう視点で植物画を描いているんですけれども、あのこういうのを見ると、あのー、科学などか芸術などかっていう区分をあえてする必要もないような、えー、魅力があると思います。えー、まあ素朴な例かもしれませんけれども、あのー。 大乗段にこう分けなくてもすごく個人レベルで、えー、その科学と芸術がこうごく調和しているといいましょうかね、えーまあ、調和というのは難しいかもしれない何かこうあの違和感なく迫ってくるようなものがたくさん作られているんだなというのはいろんなあの例があるんだなということを今回ちょっと改めて思い起こしていました。 Maybe I can drop another <laughs> example here. Uh, just as Nakamura-san correctly points out, the, the 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 art to draw was one of the very basic capacities that the uh, scientists uh, in the past times had to uh, to 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 um, you know be. Masters of. Uh, uh, it also reminds me of you know, beautiful uh, drawings by Alexander von Humboldt, a mm -hmm. very important, uh, groundbreaking scientist who, who just also made all the images, all the drawings by himself. Uh, so it, these were the times before photography, before technological means to,、uh, to depict nature. So it was just obvious that each scientist is a draftsman at the same time. えではあの次に、アグニエシカさんは、まあ、あのムカワリュウとセンスターを比べて、まあ、どんなところが面白いと思うか話してもらいましたけども、あの改めて今、桜井館長から詳しいあのムカワリュウの話なんかも聞いて。えー 改めてまたあの考えたこうセンスターとムカワ流の共通点っていうのはありますか、um, the, the,？Well, it, it was actually n a Kamura-san、uh, who first mentioned、uh, Godzilla as like, one of the big heroes、uh, of the popular culture since、uh, mid 50s. <laughs> Uh, but surely, dinosaurs became also pop stars of uh, of uh, of entertainment and, and popular culture. Uh, I think only of the Jurassic park movie uh, and, and now dinosaurs are like you know everywhere there are in in animes in mangas uh, the, the, you can find them in toy stores. Um, so they are really uh, uh, pop heroes, um, and uh, we have to remember that um, actually pop art and pop culture was one of the important contexts uh, uh, um, for uh, for sinister. Uh, together with Anna Olszewska and uh, Jung Yang Ma San, we have prepared a contextual exhibition to accompany SENSTER exactly to, to, to place this artwork in, um, in the context of its time, to to help the audience to imagine uh, you know the, the, the state of, of, of let's say um, humanities. Awareness at that time and for uh, for um, for this exhibition uh, pop culture was an in, in important um, important context so i I think in a way uh, you can um, really uh, connect uh, um, this Totally new form of art um, with the the, the the popular culture of of that time. Think only of, you know, godzilla <laughs> that could be seen as a predecessor of a, 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 such an artwork as a censor so uh, so I, I think this is another field of references, um, but also this, this popular culture and entertainment is a big topic for media artists, obviously also for contemporary artists uh, uh, like high culture still like always refers uh, uh, to um, the, the popular culture, the high and the low. 今の話を聞いて例えば桜井館長はその恐竜のこう人気みんながなんで恐竜に魅了されるのかっていうことについてはどういうふうに考えてますか あ、そうなんですよ。恐竜ってね。すごい人気あるんですよね。あのー、化石の中でもやっぱり恐竜って別格で。なんか知らないけど、すっごい人気があってであのー？ 正確に言いますとあの恐竜って陸にいた爬虫類だけを指すので海にいたクビナガリュウとかね、モササウルスって恐竜じゃないんですよね。でこのムカワリウム捕別って白亜紀の、えー、海の地層があるのでクビナガリュウとかモササウルスウミガメはたくさん見つかっているんですけども陸の生き物である恐竜っていうのが本当ムカワリュウが初めてで北海道でもあの4番目なんですよね。で だから恐竜そのものは残念ながらこの向川城のほ個、えー、別博物館じはなくてでも皆さんはやっぱり恐竜見たくてっていうのがあってそれであのうちにやっぱりこの個別博物館に恐竜が欲しいなっていうのを前から思っていたっていうのはあるんですけれどもそれがまあほんにあの念願かなんてっていうか思ってた以上のほんどに立派なものが出てきてあの本当に嬉しいんですけれども本当にに何ていうか恐竜っていうのはすごい。 人気がありますでおかげさまでムカリュが中室、えー、さんが見ていただいた NHK のスペシャルですかねあれのおかげあれからすごいあのやっぱり知られた名前が知られたみたいで入館者数がすごい増えたんですよ。で、あのー、本当に結構ちび小さな子たちが多くてで恐竜のシャツ着たりとか何か恐竜の恵み抱えたような、えー、小さな子どもたちが本当に嬉しそうにたくさん来て。 くれてまして、本当にあの向かいのおかげだなと思ってます。本当にそれだけ恐竜っていうのは、すごい人気が違うんだなっていうの。を本当に実感している次第です。中村さんは何かあのゴジラ愛とつなげて。なん <laughs> ですね。あの補足はありますか、えー。あ、そうですね。あの、そのゴジラもポップカルチャーであり。 あのアグネシカさんがおっしゃったその恐竜もポップカルチャーのスターというところから一つ思い出した作品があるんですけども、まあ、ちょっと思い出しただけなのでもしかしたら少し謝ってるかもしれませんがあの日本のポップアーティストの一人にあのタイガー立石という作家がいましてその作家の描いた絵の中にです、ね、確かあのアメリカの自由の女神とティラノサウルスを組み合わせた絵があったような記憶があるんですよね。 ポップアーティストが恐竜を描いてるんだなっていうことが一つともう一つは確かティラノサウルスってあのアメリカで一番発見されてる化石ではなかったでしょうか私ちょっと記憶違いかもしれませんけれどもなんかそうすそアメリカの生き物なのでアメリカやカナダで多く発見されてますっていうか基本的にそこで,そこで発見されてますなるほどだからそのつまりティラノサウルスを描くってこと自体がやば一つアメリカを象徴していて。 自由の女神とティラノサウルスっていうのはアメリカの自由と、まあ、ティラノサウルスの、まあ、力なり凶暴性なり何かそういったものを象徴するような絵だったのかなということを改めて思いましたね。えー、ではですねあの中村さんにもこの、えー、これまでのトークを経ての、まあ、感想ですとか何かその改めて気付いたあのポイントなどあればお聞きしたいんですけれども。はい あのアミネシカさんの,あのお話の中で、えーま、現代の,あの環境問題とか気候変動の問題、ま、そういうことをあの見てもいわ、えー、ば今人間がこう自然との関係を考え直すあるいはこう自然と芸術のことをの関係を考え直す、ま、そういうきっかけに最悪、えー、がなったかもしれないということをおっしゃっていたのが大変印象に残りました。というのはアイコム あの国際博物館会議ですね、えー、そのハイコムが2015年から、えー、博物館の新しい定義というのをずっと検討していまして、えーまあ、博物館、まあ、ミュージアムですね美術館も博物館も含めてですけども博物館は従来の、えー、調査研究展示教育普及、えー、資料の収集保管という機能に加えてもっとこう社会的な課題に 特にあの今の人間が抱えているさまざまな問題に、えー、関わっていかなければならないというようなことをその定義は2019年の京都大会で、えー、採決にかけられて結局あの採決は延期ということになったんですけれども、まあ、今博物館の世界で問題になっている、まあ、多くの博物館の人たちが考えている 課題というものがこのサイアフの、えー、なんて言いましょうかね、えー、サイフが一つ焦点を当てた問題と重なってくるというのはあのとても興味深いことだと感じました。Yeah, definitely. I, I I certainly know that this discussion around、uh, redefining.、Um, The role of, of, of a museum um, that is led by ICAM. Uh, as usual, the artist's practice uh, is much more forward <laughs> uh, than the, the discussion of museologists. Uh, they just do things. So we have artists working on the layer of genome, we have artists working with truly scientific methods in the labs. Um, so it all happens already, and certainly uh, artists are among those who who are uh, let's say more sensitive uh, to the developments of um, let's say to the state of the now and the developments of of uh, uh, of the time um, we uh, we live in so certainly they um, they deal uh, also, with the changing notion of, let's say, nature culture continuum, so they try to reconnect the both uh, fields. Um, so it's a, it's a, um, it, it, it was also planned as a as a big theme of Sci of twenty twenty as uh, as the concept of roots and clouds and the Japanese title we try to live here. Uh, really points out to the, to the direction that art has, let's say, that the similar power, the similar um, ability uh, as science to describe the current state of, 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 of the world, to, to, to point out where are we now, uh, to comment on what is happening in the zone of human activities that stretches uh, between the roots um, and clouds. Uh, so actually, uh, well, i <laughs> I was really very much looking forward to to see all these exhibits, um, you know, placed across Sapporo in those varied contexts, local contexts, also uh, in the very important context of the collection of Hokkaido MoMA. Um, well, uh, now we are left with the archives. <laughs> we can s still watch. Them um, view them on, on, um, on all the websites and uh, uh, let's say digital channels where we, uh, um, where we disseminate them. Um, uh, also to to think to ponder on you know what traces will we leave as humanity in the like deep future in the layers, uh, in the geological layers, one of the definitions of the Anthropocene is exactly that, uh, uh, you know, the, 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 that we as humanity uh, with all the, uh, all the waste uh, that we um, leave behind because of the overconsumption uh, will um, influence deeply the geological layers. So if the humanity is going to survive, there will be maybe no more dinosaurs uh, unearthed, but a different kind, uh, like, a, yeah, strange kind of, of rocks that are a merger of natural elements and so much plastic that we produce now. So which is actually sad. <laughs> <laughs> 未来にどんなものを発掘できるといいなと思います。か <laughs> そうですね。で、本当、あの、古生物学とか地質学っていうのは。過去を調べる学問なんですよね。で、かつて、どのような生き物がいて、どのような環境だったのかって調べるのが。古生物学や地質学なんですけれども。その過去を知るということは、その過去がどう移り変わって、今につながっているのかっていうのを。を まあ知ることになりましてつまり今を現在を理解することにつながるだという考えがありますでその現在を理解するっていうこと現在の多様性がどのように作り上げられてきたのだろうかっていうのを理解することでこれがその未来にどのようにつながっていくのかっていうのを考えるきっかけになるということなんですねだからあの古生物学や地質学っていうのは過去を調べながら未来を考えるきっかけを、えー、探しているんだというのが、えー、その学問として言えると思いますそういう意味ではあのまあ まあ博物館の中村さんがおっしゃってました、博物館の役割としましては、その化石や地質を扱っている博物館というのは、その今のことを知っても過去のことを紹介しながら、今のことを知ってもらうのに合わせて、この今後、これからのことを考える、えー、ことを、えー、まあ知らせている、そういう役割を担っているんだろうなっていうのをなんとなく感じた次第ですね。で 本当に、ね、あの恐竜の時代というのは1億5000万年も続いたわけなんですけれどもそれが6600万年前に、まあ、巨大にインサ衝突して絶滅したと言われていますけれどもそれがどのように、まあ、どのようなメカニズムで起こっていったのかどのような生き物が、まあ、そこで絶滅した生き物もい,まいれば生き延びた生き物もいるんですねそれがどのような違いだったのかというのを、えー、探していく探っていくことで、まあ、これからあの、まあ、いろんな環境の変化が起こったときに、えー、どのように えー、移り変わっていくのだろうか、まあ、そして我々はどうなっていくのだろうかっていうのを考えるきっかけになっていくのかなと思います。でうん 質問された未来どんなものを残したらっていうのは本当にそうですよね <laughs> <laughs>。今の状況を考えると本当に何ていうかあの分解されないゴミばっかり残るような <laughs> 感じになっちゃうんですけども本当にそれだと本当に悲しいので、まあ、あのそんな中でも少しは環境のことを気にしている人っていたんだなっていうのがな中かの形で残せるといいのかなと思います。願ってます <laughs>

このトークが始まる時は一体何の話をさせられるんだろう <laughs> <laughs> あのドキドキされてたんじゃないかなと思うんですけれどもあのトークを始める時以上にこうセンスターと向かわりを通してあの私たちが「サ a y 2 0 2 0で見たかったなと思うものの話とかそしてあの未来にあの見れるように残していきたいなと思うものの話ができたんじゃないかなと思うので。 あの今日はお時間作っていただき、本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you very much. まお疲れ様でした。